三島庵、京伝書、絵本宝七種より高佐護、高砂。高砂は、脳の作品の一つ。相追の松に寄せて、夫婦愛と長寿をめで、人生をことほぐ大変めでたい脳である。古くは、総称、相追い松と呼ばれた。脇、脇連れが愛との問答の後、上下歌で歌う、高砂や、この裏船に帆をあげて、この裏船に帆をあげて、 月もろともに出塩の波の淡路の島影や遠くなる尾の大きすぎて、早住吉に月に蹴り、早住吉に月に蹴りは結婚披露宴の定番の一つである。江戸時代、徳川将軍家では老い松と共に松をテーマにした筆頭修弦曲二曲の一つであった。登場人物、九州阿蘇群の新官が、張馬国高佐護の裏にやってきた。 春風対等とする裏には、松が美しい。遠く鐘の音も聞こえる。そこに老夫婦が来て、木陰を吐き清める。老人は、古今和歌集の彼女を引用して、高砂の松と住吉の松とは、相いおいの松、離れていても夫婦であるとの伝説を解き、松の永遠、夫婦昭老の中むつまじさを述べる。命あるものは、すべて、いや自然のすべては、 和歌の道に心を寄せるという。ここで老夫婦は自分たちは、高砂、住吉の松のせいであることを打ち明け、小舟に乗り良い風をはらんで消えてゆく。新館も、また満潮に乗って船を出し、松のいを追って住吉にたどり着く。の歌に返して、なんと、住吉明神のご本体が擁護され、美しい月光のもと、殺走と神前を舞う。 高砂やこの裏船に帆をあげてこの裏船に帆をあげて、月もろともに、弟子塩の波の淡路の島陰や遠くなる王の大きすぎては、休みの絵に月に蹴りは、休みの絵に月に蹴り四回は静かにて国も収まる、ときつ冬枝を鳴らさぬみよなレア日に、あいおいの松こそ、めでたかれげにあおぎてもことも、愚かやかかる台に住める民とて、豊かなる君の恵みぞありがたき君の恵みぞ、 ありがたき現在の高砂市内にある高砂神社の社殿によれば、一つの根から死ゆの幹の立ち上がる愛いいの松が境内においで出たのは神社改層から間もない頃のことであったが、ある日ここにニカが現れ、我が神霊をこの木に宿しように夫婦の道を示さんと告げたところから愛いいの霊松及び上、バーの伝承が始まったとする。ところで、 ここむは歌集彼女にさざれいしに例え、つくば山にかけて、君を願い、喜び身に過ぎ、楽しみ心にあまり、富士の煙に、よそえて人を恋、松虫の音に友を忍び、高砂、墨の絵の松もあひよひのように覚え、お、床山の昔を思い入れて、お見ないしのひとときをくねるにも、歌を言ってぞ慰めてる、の一節がある。松は、古来、常緑であるところから、 千年の時は木などとも呼ばれ、また、私有別株であることは夫婦を連想させる。ゼアミは、こうしたところから着想を得て、ジョー、バーを登場人物とし、稼働の永遠になることを願って、高砂を書いたのだとされる。千歳の末、長寿、10日隔たっていても睦まじい夫婦といった、高砂に含まれる要素、また、総称が愛追いにも通じることなどから、高砂は、 いつしか、夫婦はご回廊長寿の象徴とも受け取られるようになった。上、バーのモチーフは、高砂人形と呼ばれる人形となる結納品の一つとされたほか、一般におめでたい図柄として大衆化し、様々に使われている。高砂屋に始まる歌いは婚礼における、修弦歌の定番となり、長い間歌い継がれてきた。また、俗用に、お前百までは社九十九まで、 共に、白髪の生えるまでと歌うものがあり、これも、高さ語の上、バーに結びつけて考えられている。俗説として、百は、白、すなわちバーの放棄を意味し、九十九までは、上の、熊手を表すのだという、ありがとうございます。